っておりまして、今日何時間コースかな。ちょこちょこやりましょう。だからとりあえずね、ちょっとね、一発目にやりたいのがね、はいはい、これね、手紙をもらったの。これ なんで手紙もらったの。聞いたからうまいや、はい、これ藤井さん、はい、藤井さんの知り合いが、今日その、お前が俺をいじった時にやかましいって俺言うだろ、うん、やかましいっていうのは好きな小学生が言います。その子にね、なんかちょうだいって言ってね、はい、サインを書いてね、藤井さんに送ったの。誰のサインを。俺のサインを書いて。お礼をね、見たことないんだけど。何が。宮下さんのサイン。いやいや、普通のサイン。あ、普通なんかあるのか。手紙をね、書いてきてくれた。簡単にカメラの前通るね、あんたは。映っております。あなたも有名人ですね。まあ、上の名前言わないけど、ケンシロウ君っていうね、はい、子なんだけど、はい、藤井さんのね、息子さんと同級生、うん、あ、そうです。この間サインくださりありがとうございます、はい、いつも楽しくジャンガーを拝見させていただいております。丁寧に書いて。中でも僕はやかましいわがとてもお気に入りです。じゃあもっとこう、俺言わなきゃいいじゃん、うん、それやかましいわそれ。それでケンシロウ君の平均スコアが、ね、80後半ぐらいになって、はいはい、明日の新幹線の時間調べ取ってくれよ。新幹線、あそこに泊まるやつですね。なんだっけあそこ、なんだなんていうの、あそこの JR のな、はい、で、その泊まって何分で乗って、ちょうど行ってくる。大体だからその駅に6時頃に着くような感じでね。で、トムが迎え来るって感じです、はい、OK、わかりました。河合さんも行くみたいな感じです。向かい。ああ、でもいつもや。よっしゃ。はい。ということでね、スコアは80後半ぐらいです。はい、まあ、赤 T からです。で、一つ質問があります。はい。ランニングアプローチの時、ざっくりしたりトップしたり距離が合わなかったりということがよくあります。ランニングアプローチのコツを教えてください。お願いします。お体に気をつけて、ビックルソーダの飲みすぎには気をつけてください。買ってきましょうか、ビックル。最近甘いの飲んでないから大丈夫よ。ということで、ランニングアプローチの時のね、ざっくりとかトップすると、で距離感が合わない、うん、でランニングアプローチのコツを教えてくれって。もうちょっとね、だからちょっとゴルフの俺より上手い小暮氏から聞いた方がいいかなと。今はなんで僕より上手いでしょ、自称ドライバーは。だからそういうふうに言わないドライバーはね。下手みたいじゃんって。だからランニングアプローチのコツ、コツはね、だからあとね、これ一個ちょっと気になったのね、ざっくりしたりトップしたりってあるんだけど、うん、もしかしたらまだジュニアの子だから、うん、その自分に合ってないクラブだと、うん、やっぱりざっくりもトップもしやすいじゃん。あのロフトライとかその、ね、長さがさ違ったり、ね、余ってたりとか、あとバランスとかもあるし、うん、あと一番のチェックしてもらいたいのは、ざっくりとかトップの気をつけるでしょ、あの、ね、ボールのライで、これは怪しいライとか大丈夫なライとかあるんですか。あ、まあ、ライを見極める、ライの見極めで、またちょっと難しいよそれ。え、だって まだ小学生なんだから。だからライが分かってくれば安心もする、うん、そっか、小学生ですからね、ま、ちょっと大きめのクラブを持つ、ランニングアプローチ、うん、ピッチング使ってみると とか、まあ、そういうことね、うん、まあね、あとね、今日そのおじさんから言えることは、アプローチはこれ、ね、藤井のね、おじさんに聞いても分かると思うけど、うん、アプローチはやりすぎっていうことがないんで、うん、アプローチはいっぱい練習してください、うん、他のショットより。でさ、競争知能、いやいや、これはね、もうジャンボ尾崎さんっていうね、有名なね、レジェンドのね、プロがずっと言ってることだから、うん、アプローチにね、やりすぎ、練習のやりすぎってものはないから、だからもうちょっとね、遊び感覚でアプローチの練習をいっぱいしてください。そしたらね、距離感っていうのはね、自然ともう体に身についてくるから、そのくらいまでやってもいいかなっていうことで、大丈夫かな、はい。
で、あの藤井のね、おじさんもね、これゴルフうまいからね、分かんないことあったら藤井のおじちゃんの方がいいかもしれない。ということでいいかな。はい、はい、手紙ちゃんとこうね、丁寧にいただきました。はい、続きまして、はい、吉田博之さんね、はい、競争小暮さん毎回楽しみに拝見してますと、はい、先日ラウンドに行きました、はい、台風去り後のラウンドのため、うん、フェアウェイは濡れた状態でした、そこで聞きたいのですが、残り50から80ヤードフェアウェイは濡れている場合の打ち方をアドバイスいただければ幸いです。普段通り打ち込むと完璧ショートになり、うん、番手を52度等にすべきなのでしょうかっていうことなんだけどさ、うん、これ例えば、まあ、80ヤードだったらさ、まあ、3度のフルショットとかに近い距離じゃない、はい、だからまあそれは問題ないと思うんだけど、うん、50ヤードとかになるとこれ52度で打ったら余計難しくない？余計難しいです、はい、僕とかっていうかジャンボさんはもう80ヤード以内全部3度だから。そうだよね、これの何かアドバイスある、濡れた状態での打ち方、フェアウェイだけどね、濡れてるちょっとびちょびちょですよね、まずね、マネジメントを言っちゃうと、まずその距離を残さない。まあそうなんだけどでだから突っ込まないで、だから突っ込んでも80までとか90まで。いやでもさ、セカンド狙いってのがこうバーンってダフったらさ、うん、やっぱ50ヤード残っちゃう。残っちゃった、うん、いやロングの3打目とかで、うん、あの80ヤード残すっていうのは分かるよ、うん、マネージメント、うん、でもあのミドルだったらさ、やっぱりグリーン狙えるんだったら狙い行くんだけど、ミスショットしたらそういう距離が残るわけ。ミヤセットみたいにね、ドターンってね。いや俺はそんなことはないけどもあれそれはそんなやかましいわじゃねえ。やかましいやかましいわっていうのそういうのが残る、時があるから、そういう時はどうしましょうか。あのさっきの同じ答えじゃない、練習いっぱいしておく。まあそれが一番なんだけど、うん、まあでも50ヤードっていうのは一番難しい距離だから50は残したくないんですよ。だから一つ言えることは、前よく言ってんじゃないね、こういう難しい中途半端な距離の時は、うん、あのテンションを落として、うん、あの柔らかく打つ、うん、ガツンって入れようとするとあのミスが大きなミスになりやすいから、マンザダフリだとか、マンチャックリとか、あのマントップとかするから、できるだけ柔らかいイメージを持つ。なんか変な言い方だけど、ちょっとシャクル、うん、こうガッていうイメージじゃなくて。だから俺がワンポイントで言うとすれば、サンドウェッジをあのなんだ溝で打つんじゃなくて、先っちょで引っ掛けるぐらいの。トリッキーなんで。そうすると何それ。そうすると先っちょでこうふわってこう引っ掛けるイメージで打つと、うんうん、深くも入りづらいの。うんうん、だからフェースをこういう風にターンするイメージだ、引っ掛けるイメージだから。うん、そうするとあのローテーションするから、うん、あのチャックリもトップもしづらいの。うんうん、だからそういうイメージでやってもらうと、うん、ちょっとなんか打開する。なんかあれですね。なんかテクニック持ってますね。当たり前や。当たり前や。っていうことが、まあ、まあちょっとあの試してもらいたいっていうやりかな、うん、まあ、先っちょで引っ掛けるか言っちゃった、まあ、先っちょで引っ掛けるっていうか先っちょで拾い上げるようなイメージ。だから簡単に言うと50ヤードとかでこうズボじゃなくてガッツン入れようとするとフェースローテーション、意外にサンドウェッジも使うんですよ。でどうですかっていうことね、うん、ということでいいかな。はい、続きまして、キャプテン翼さんかな、211、いつも楽しい動画、ためになる動画ありがとうございます。初めて質問させていただきます、はい、アイアンショットの際シャットに上げる意識が強すぎるのか、うん、クロスに上がっていると指摘を受けました、うん、どうやらコックがうまくできておらず、うん、切り返しのタイミングがバラバラになっているみたいですと、うん、いろんな動画等で研究しましたがなかなかうまくいきません、うん、ぜひご教示ください。PS 美人記者 A さん超タイプですこれさっきあげたやつだね。さっきあげたやつ、うん、これさ、シャットに上げる意識が強すぎるのかクロスに上がっているって、これね、シャットに上げる意識になったらね、クロスにならないんだよ逆に。あ、そうですか。じゃあ宮下さん、なんでだろう。俺のクロスは体が入らないクロスだから小手先クロスだから
だから普通の人のクロスっていうのはこう入ってこういうクロス、はいはいはい、俺の場合はこういうクロスだ。最悪っすね。やかましいわ。それでタイミング取ってんだ。まあ後で言うよ、俺はなんでこうやって球をうまく捉えていくかっていうのは後で言うけど、はいはい、だから本来だったらシャットに上げれば上げるほど最後の切り返しでこうやってループするのよ、うん、シャットに上がっていけば上がっていくほどね、うん、切り返しでループするから、はい、クロスではなくなるはずなの、うん、だけどこのままクロスってことはもうこのまま俺みたいにこうやって上がっちゃってるってことでしょ、うんうん、そうそうそう。だから僕もそのイメージで切り返しでクラブヘッドがループするっていう意識が多分ないの、うんうん、それでもできなければ俺と同じトリッキーな体を持ってますよってことだけど。だからそれすばしくダメだって。自分がトリッキーって言いましたよね。いやだから自分でトリッキーな体を持ってるのかもしれないしね。いやでもね、基本的にはこうやってシャットでこうやって上げてくって、うん、そっちの方がいいんですよ。本来ならこうやって でクロスでもいいんですよ。手がこうやって先行しすぎちゃった、うん、体のこの傾斜と一緒なシャットだったら、うん、最後の切り返しでこうやって ループするから、うん、それで言ってくださいよ。いいとこ入ってくる。イメージが悪いじゃないですか。いいとこ入ってくる、うんうんうん、っていうことでそこを意識してもらった方がいいと思うんだよな。そう、いくらクロスでこう入ろうが、うん、この体のこの動きが分かれば、クロスからこうやってね、こっからグッて打っちゃうともうこうなっちゃうから。そうでもそれでも治らなければ、うん、道具に頼ってくれ、うんうんうん、例えば俺みたいに柔らかいシャフトを使うとか、うんうん、間が作れないんだからね、うん、ここでこの間が作れないってことはクラブにこの間を勝手に作ってもらうっていうのね、うんうん、だから俺柔らかいシャフトを使ってんだよ。知らなかったね。いやいや、硬いのだとさ、当たんないからだと。お前、ほんと今日はやかましいって言わせたいのかよ。そう。ね、だからそういう方法もあるの。俺みたいにこうクロス入っちゃってから、この間を作れない人間っていうのは、ちょっとシャフトを柔らかめにすると、うん、1個待ってくれるから、シャフトの方で。うん、だから球当たるっていう。うん、その2点ですかね、うん。体を使うのと、体を使ってループさせるのと、うん、あと道具みたいな。うん、どのくらいの感じか見たいんですよね、実際に。だけどね、まあでも俺みたいなクロスはね、あんまりいないと思う。ちょっとだから、何ですか、ぶっ込み湯の要素がさ、今日。いや、俺みたいなクロスはめったにいないと思う。だいたいみんなこう、握れなくてペコンって入ったこういうクロス、うんうんうん、俺の場合はきっちり握った頭の上にくれるクロスだから。もうただ単に右手がこうやって使いたいんだから。最悪なんだから、やめても説明しないで。なんで、いや、じゃあそしたら今後ゴルフしてて、うん、宮下さんに似てる人いたら、あの人似てるって言いますよ。いや、いないんですよ。いないんですよ。そうなの、いないから、まさに今度俺の打ち方はできないから。できないから、本当にね。したら多分折るよ。だって練習したら必ずどっか痛めてるじゃん。いや、それはただ運動不足なだけだけど。いや、だからこのね、クロスのどのコーナーですね、この人ね、はい、キャプテン翼さんかな、はい、まあだからいろいろ研究してクロスはね、直したいんだよね、みんなね、うん、でも、こう、ね、寝転がりすぎるよりはこっちの方が治る、安いと思いますよ、うん、まあだからそっちよりも、うん、ちゃんとダウンで降りてくるときに、うん、シャットにフェイスが閉じてこうやってボールに向かってきてるのかっていう意識をしてくれた方のがいいかなと。あとクロスの人はやっぱ一個間を作らないことにはクラブがこう軌道に乗ってこないから、軌道に乗らないまま打ちに行くともうダフったりとか球当たらなかったりとかって弊害がものすごくあるから、もうその自分で間を作るっていうことを意識してもらった方がいいと思います。でいいかな。はい、続きましてアンデーさんですと、久しぶりにコメント&質問します。バックラインのデメリットについて、フェイスを開く閉じるときに違和感を感じませんか、うんうんうん、中古のスリーウッドがバックラインありで、うん、振りやすさを実感してますと、うんうん、ただ高低曲げて打ちたいときに違和感、ありそうで、私は、他のクラブは丸グリップのままですと、質問ですと、秋雨時期目前ですが、はい、雨の中の30ヤードから50ヤードほどのアプローチについてお二人の考えを教えていただきたいです。まあ、またこの中途半端な距離だ。やっぱね、難しいんですよ。まあ、その30から50の雨ぐちぐち、うん、定石とされているピッチショットで、うまくアプローチしたつもりが寄らないことが多いですと、
例で言うとキャリー2のラン1の割合で運んだつもりが、球がグリーンめり込み、で止まると、逆にスリッピーでランが想定外に出て、オーバー、以前チャックリ対策で上げていた動画のようにヘッドを返す打ち方でスピン減らし転がしの方が効果的かなと思えたのですがいかがでしょうか。雨の日、そうか、まあフェアウェイにね、水がちょっと含んでるってことはやっぱりちょっとボールとフェースの間にちょっとでも噛むとね、水入るから、その時はポーンって上上がってポッコンになるし、かといってグリーンが柔らかい状態だとそのボールの重さでベチョッと止まるところもあるし、雨の時はそうですね。それはね、フィーリングなんだよね。もうだから感性ってやつ、もうその場の状況判断で突っ込むとか、まあだからね、そういう時ほどね、スピンコントロールは、ね、しない方がいいと思う、うん、この人はもうそう思ってると思うんだけど、もうスピンをピピってかけて止めるっていう、ものを完全にそのチョイスから外して、こう なんだろう、なんつうの、転がし、転がしをメインに考えたアプローチした方が、濡れたグリーンだとか、濡れたフェアウェイからやるときはいいんじゃないかなと俺は思う。もう初めからもうなんかOKに寄せに行かないで、もうワンピン以内でいいやぐらいのテンションにして、もうだってコンディション悪いし。そうだよね。だからまあスピンを減らし転がしの方が効果的かなと思えたのですがって、まあその通りだと思います。僕もその場合も。ということでいいよね。はい。でこのバックラインはさ、やっぱバックライン入ってたらさ、俺みたいにトリッキーな動きはできないわけじゃん、ベース開いて構えるとかさ、まあ、がっちり決まっちゃうんですけど、だからそれがデメリットじゃないか。あで、僕はずっとバックラインじゃないですか、で僕だってそのやっぱもうローフック、ロースライスとか打つんですけど、バックライン あるんですけど、その握りじゃなくて、もう全然フェース面、例えばフックだったらかぶして握っちゃうんですよ。だからバックライン無視バックライン、だって初めからもう普通のショットじゃないし、こねるし、スライスだってこう抜くし、バックラインをバックラインばっかりにこだわらないで、バックラインを意識しないで握る、もうクソ握りみたいな感じにしてバッと打つから、だからインテンションならやるときでしょ、やるとき普通のショットやるときは別に普通のフェース面でもいいわ、普通のフェース面でいいです。だからちょっとずれても練習すれば大丈夫です。バックラインありでもこの握りしかできないんじゃなくて、そのバックラインでもフック面握ったりスライス握ったりやってます。僕はもう1個の握りにこだわらない、そのバックラインで。まあ通常時は普通だけど、通常時普通だけど、まあ、ちょっとフェースを開いてスライス打たなきゃいけないとか、とかはそのバックラインがあるんですけど、それでもスライスに無理やり握ったり無視してね、もう引っかかるんですけど、そのちょっとずらす、ちょっとずらすだけで全然違うんで、まあそれがインテンションならやるときはもうそれは違和感あってもしょうがない、しょうがない、だってサンドウェッジなら、だって全部やるわけじゃん、かぶしてからこんな、でもバックライン入ってるし、サンドウェッジで遊べばね、そのなんとなく無視する感じが分かると思うんですよね。でも多分丸って言ってたじゃないですか、基本はもう、基本丸スピン以外は丸グリップだって、この人ね、まあだから、まあ、なんか トラブルショットとかやるときはもう関係なくバックラインがっつりある人間でもバックライン無視して握りますよ、無視してガッと打つんです、だってその一発だけだから、そうだよね、ということでいいかな、はい。